カラとピロリのピロリですマーくんが寝ましたマーくんが寝ました最後まで見てた皆さんお疲れ様でした、はい、マーくんをねちょっとこっちっえーねえー6月五日 月曜日阪神対ロッテ7対7引き分けでございます延長12回までやりました現在時刻が11時、えー、10分過ぎでございますね、えー、今日は小島投手が先発、えー、と桐敷投手もどちらも、えー、と。 よえー、埼玉県の鴻巣出身の埼玉ダービーとなっておりましたが逆転に次ぐ逆転、えー、大島投手がねまず2回ノーアウト満塁だったんですけども、えー、そここからセカンドライナーオタムがダブルプレー、えー、満塁ノーアウト満塁で点が入らないというこれぞロッテしてる中野さんの言うロッテしてるでございますね。そして、えー、5回 えー、岡タイムリー岡選手、タイムリー1点ポ,、えー、ポランコ選手、押し出し1点そしてねあの3点差で負けてたんですけどももう1点1点1点入れられて3点入れられてたんですけども最後、山口選手が振り切った打球ポテンヒット森下選手の前に落ちまして2点、逆転しかし、その裏しかしその裏大山選手 3ランホームラン。いやー、今日の試合すごかった。すごかったで、大島投手は結局5回103球6失点。大島投手ねー。まあ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 、去年のね、ちょっと防御率3なのに、 えー、3勝11敗にしてしまったっていうねちょっと申し訳なさがある中でまあもうちは抑えてほしかったですけどねさすがそこは首位、阪神ていう感じでしたよねでそこから、えー、と岩下投手西村,、えー、西村投手が、えー、無失点に抑えましてこのやっぱ岩下投手の強心臓ねそして西村投手は、えー、と失点ゼロがなんと20試合続いておりますそして7回にね山口選手のツリーナーホームラン本当に山口選手は 本当にね山口選手はあのー、ラブタンにですね彼女に、あのー、1日3本ホームラン打ってっていうぐらいなんかちょっとボール玉も思いっきり振っちゃってたんですけどようやくねホームランが出ました、これで再逆転、再逆転しましてただ、ペルニー,いやーもうペルニーが、ね、8回出てきてくれまして沢村さんがね今いないんでね ペルニーが最後、谷内、えー、選手の、えー、タニシ選手うまいプレーだったんですけども最後、ホーム、えー、っとタッチ間に合わず、ね、追いつかれるペルニー、悔しそうでしたね、こう最後手を正していたんですけどもいやそこからは、ね、延長戦まず、まっすー出てきます、まっすー抑えます、そして東投手。 東投手、そして坂本投手ね、この2人が素晴らしい、えー、っと10回、11回、3者連続三振、2人とも、ちょっとね、2人すごかったっすね、そして最後は横山投手、12回、12回、誰出てくるんだと思って、まあ、横山投手ぐらいしかいなかったので、横山投手なのかなと思ったんですけども、この若さでね、肝っ玉、座ってましたね、横山投手がゼロに抑えまして。 いや最後ね、ね本当にランナー出しながら、ね、延長も惜しかったりしたんですけども <laughs> 今日はね、ねあとやっぱちょっとね茶谷選手とかがね少し今、好調だった時期が過ぎちゃってなかなか打ててないかなっていうのをね、まあ、ちょっと休ませたりとかしてあげたらちょっと変わったりするのかなっていうのは、ね、思ったりしますね。うん、あと安田選手 安田選手はあの再三いい守備あったんで、ね、あとあので大下選手も今日、代、えー、打で出てヒット出ましたんでねまあいいところもあったんですが勝ちきれず4連敗の後一1引き分けそして、えー、このね11時過ぎまでやったゲームの中、まあえー、ここから z o z マリンに戻って、えー、ヤクルト、広島との連戦6連戦,6連戦初日は 馬さんでございます戻ってきた三馬さん、今シーズンちょっと防御率ね7点台とかで、しかしねあのー、去年とかも途中からこう戻ってきて、戻ってきて調子ね取り戻したんで、なんとかえーもえー、なんか調子を取り戻してほしい、そしてヤクルトは小川選手、ライアン小川選手、小川選手も、ね、負け越してる、今シーズンいや、まあ、絶好調ではないんですよね、ヤクルト戦、明日ゾ ZOZO マリンで。 18時からということでね、やっぱりこのノーアウト満塁ね、ここが悔やまれるのと、うーんなかなかね、打線が攻めきれない、まあ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 、怪我人続出とはいえねこう、ピッチャー陣が、ね、特に、えー、今日中継ぎ陣はね頑張ってくれたので、なんとか、なんとか勝ちきりたかったんですけども、いやー、4時間超える試合ですか、すごいですね。ということで。 えー、私もお風呂に入って寝ようと思います皆様、えー、今日の試合の感想など、えー、ぜひコメント欄にいただけたらなと思います、はい、よろしければ、えー、試合後に、ね、阪神ファンの方もよろしければ試合後にこういう動画を上げてますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いしますいや桐式投手もね悔しそうでしたしねなんといって浜地投手ね ハマチ投手がちょっとブルペンで泣いてたっていうね阪神の方に触れると山口選手はもうあのスリーランとかを打っていつも泣かせてしまうんですけども、はい、<laughs> そんな感じでハマチ投手、本当に次の試合も、ね、絶対あると思うので、えー、今日の涙をちょっと力に変えて、えー、頑張ってくださいまし,し残りの交流戦試合も阪神、ね、強かったですね本当さすがセ・リーグ首位という感じでございました。ちょっと、えー、ロッテも 周囲に戻ってなんとか日本シリーズでまた戦えるように頑張っていきます。ということで仲とピロリのピロリでした皆さんおやすみ